もうすぐ音楽の日っていう12時44分からの番組に出演することになりました。今回ね、出演メンバーがちょこちょこといつものメンバーと違うんですけど、その日四国のね公演があるということで急遽、ね、出ることになりました。すごく嬉しいです。こんばんは、ありがとうございます。皆さん、すくちゃんブラボーありがとう、いっちゃん5周年おめと、桃短冊ありがとう、ジンダイさんパチパチありがとう、おみかんさんお疲れ、ゆうたくんお断りかける10です、りんたろうさんキラキラ3個ありがとう。そう、長崎は見れないって言ってた、お母さんが、お母さんに言ったら長崎はないよって言ってたから、全国というか一部地域ですね。よろしくお願いします。見れる地域の方はリアタイと録画としてください。こんばんは。そうなんです。なので楽しみにしといてください。来週だから16がその番組に出て、17が山中湖でフェスして、18が僕対ヒリオール公演です。よろしくお願いします。週末ギュッとなってます。よろしくお願いいたします。ぜひぜひ見てください。そう、移動がね、間だね、楽しみです。今日5周年のコンサートが明日あるということで、今日イベントがあったんですけど、そのイベントの時間が、私の出るイベントの次があやぱんが出るイベントで、集合の何ちょっと集合が重なってたからちょっとだけ会えたんですよ。そしたらあやぱんがおめでとうって、パセリおめでとうって言ってくれて嬉しかった。なんかそういうさ、人のことを祝ってくれる優しい人間がこの世にいたんだ優しいと思って、本当に優しいわ。いっちゃん短冊ありがとう。短冊じゃない、笹の葉。あんこだった時どんな気持ちでした？え、私あんこ食べれるから全然どんな気持ちも何もなく普通に美味しかったです。りんたろうさんハートありがとう。あんこだろうなと思って食べたからあんこだなと思いました。なんてさん5周年おめごくありがとう。浴衣似合うありがとう。あのサラピがね着てたやつでした。私は去年のあの折り鶴タワーのイベントの時にサラピが着てたやつを私が着たやつをまひなさんが着てた。しんちさんだるまありがとう。いっちゃんレインボースター4つありがとう。シーサイド丸さん短冊10個ありがとう。手待ちカヌレをね載せてましたね。ピスタチオ味もうないのかな、期間限定のやつ。今ほうじ茶も出てますよね。トニーさん5周年おめ10個ありがとう。美味しかったな。揚げもみじだね。揚げもみじっていうのがあの特定の会社の商品名らしいから、もみじ揚げらしいです。あのグルメブースにあるやつは揚げもみじじゃなくてもみじ揚げっていうらしい。こんばんは。パセリあんこ食べれますよ。あんこ好きよ。去年ぐらいにあのコラボ配信というかホテルの配信でみほりんとした時に赤服をくれた時にハマったから結構買いますよ。
あんこ。しんさん5周年おめでとう。でもちっちゃい頃からこしあんは食べれるのよ。粒あんが苦手なだけでこしあんはいけるんですよ。こしあんはずっとちっちゃい頃からいちご大福とか好きで食べてたからこしあんは大丈夫です。いっちゃん尊いとうまありがとう。パセリアイスツアー、タコ美味しかったよね。タコタコタコパセリ、パセリさ、あのね岡山駅のさ、あのジャンボパフェ食べに行きたい。早く食べてみんなに聖地巡礼してほしいなと思ってます。今日ね、あの浴衣だったから可愛くしてもらったけどさ、もう今めっちゃ踊ってきたからさ踊ってきたらもうボサボサになってサザエさんみたいになってる。せっかく可愛くしてもらったのに、メイクさんに。亀さん桃短冊2個ありがとう。ハリーポッターメガネのひげおじさんキラキラ10個ありがとう。短冊もありがとう。キラキラタコ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 。福岡のさ、福岡にね、福岡の大名にね、たこ焼きの中にタコいいだこが入丸々1個入っとるたこ焼きがあるんですよ。それが食べたくて、なんか毎日メンバーに見せてる。見て美味しそうでしょって言って画像をめっちゃ見せてる。食べたことないのにタコの足が出てるんですよ。たこ焼きの中が出てる。こんばんは。タコ一匹入ってる。そう、福岡にあるんですよ。タコ、あ、お、明日の朝少し仕事をしないとなった。頑張って、無事に間に合いますように。急いで転んだりしないでね。頑張れ。最高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 、気持ち一番に、せーの、頑張れ頑張れ。たこ、福岡の天神大名にあるたこ焼き屋さんのたこ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 。今日はあのなんかね、帰ってきたらさ踊りすぎて汗だくすぎたからちょっと着替えたんですよ。4周年の服にしました。明日は5周年コンサートだから今日は4周年のやつ着てます。今日はっていうか今帰ってきて今5分前ぐらいに着替えただけど、かわいいよねこれ。カラフネ、あ、それカラフネ屋の1万円のパフェもあった。1万円のパフェはさすがに無理やけん、あの800円ぐらいのソフトクリームのやつ。お、仕事してグリアリ向かいます。気をつけてくるんだよ。気をつけて、慌てすぎていろいろ忘れないようにしてね。ペンライトとかグッズとか。フィーロのパンを買おうと思ってるけどおすすめありますか。この前ね、あのね、中にチーズが入ってるやつ買った。チーズドッグ買いました。美味しかったよ。あとはこの前クイニーアマン買った。美味しかった。でもね、あのね、フィロはね日曜日お休みだよ日曜日お休みだよ。福ちゃんタコ2個ありがとう。友知デラックス名前がなんか進化してる。ハートありがとう。ビバップ団長さんタコありがとう。かきみそ焼きそばはさやかりんが食べてたね。いい匂いがした。大名は昔 AKB
48カフェ&ショップがあったところです。大名ミッチーさん、ハートありがとう。明日のお昼のおすすめ、なんでしょうかね。そうだなそうですね。どれくらいの容量がありますか。会場のグルメやったらやっぱ焼きそば美味しそうだったな。さやかりんが食べてるやつめっちゃいい匂いがしたな。しかも牡蠣がめっちゃでかかった。美味しそうでした。あと牛タンの1本1000円する牛タン串みたいなやつ、ふまたんさんが食べてた。あのね、私とかあの2期生さやかりんとかシミサラはもう帰った後だったんですよ。帰った後に移動車の中でツイッター開いたらほのたんさんが牛タン食べてる写真載せとって、あーって言って、そしたらあの運転手の方がどうしましたかって大丈夫ですかって言われて、あ大丈夫ですって。食べたかった、私も牛タン。ジロ君ハートありがとう。トリックさんありがとう。私今日さステージの時に泣きそうだった。なんかホンタンさんは来年の周年コンサートにいないんやと思ったら、今日なんかステージ上で急に泣きそうになったけん。でも隣にマヒナさんおるやん、マヒナさんの方が思い出濃いのに急になんかバセリが泣き出してもと思ってめっちゃこらえました。悲しくなった。なんか最近ホータンさんの顔見るだけで悲しい気持ちになる失礼な、顔見るだけで失礼。楽しみです明日。ワクワク。クラコンござ売ってるんですね。ゴザ買いましたか、ゴザ私ゴザ好きなんよ。おばあちゃん家でよくゴザで寝てたよ、昼寝。ゴザのさ、あのゴザで昼寝した時にこことかに跡がつく感じ好きです。ゴザ。しんちゃんさんスイカ塾ありがとう。私自分のアーシャのファイル欲しいんだよね今年。なんか去年のアーシャのファイルとかをファンの方がよくお話し会とかで見てゲットしたんだみたいな言われても、そのアーシャの写真見せないでって言ってたんですよ。もう写りが嫌すぎて、もうその自分の顔見せないでって言ってたけど、今年のやつはメンバーもファンの方もめっちゃ褒めてくれるし自分でも気に入ってるんですよ。でこの前コイラジのスタッフさんに、ホセリちゃん今年のアーシャいいよねって言われて、ホセリちゃんの今年のアーシャいいじゃんって言われたから、そうなんです、岩盤浴に2日通ったんですよって言っていう話をしたぐらい気に入っているんです。だから今年のねアーシャのグッズいっぱい出てほしいわ。アーシャアーシャ、クロさんお疲れありがとう。あとステッカー、ちゃん玉かな、ちゃん柄ステッカーのやつとかサイン入りのやつがあります。こんばんは。アーシャがいいというか今までの中でいいってことよ。今までがあれだった。田辺さんありがとう。今日はサザエさんになってるよ。こんばんは。コンベンさん5周年おめありがとう。来年も絶対岩盤浴に行ってから朝取らないと。よいしょよいしょ。え、私もあれ欲しい、沖さんパセリタオルみたいなやつ欲しい。スタッフさんに聞いてみよう。メンバー特権使えるんですかこれは。
サザエ可愛かったんよ本当は。もう今は踊って汗だくなだけで、本当はもっと可愛くしてくださったんですよ本当はね。グッズとかもらえないよ、私いつも自腹で買ってますよ。バクスタとかこのうちわだって自腹だよ。でも気に入りすぎてさ、いろんなとこに持ち運んでたらめっちゃ折れ曲がってきた。悲しい。ジロ君ありがとう。ありがとう、みんな褒めてくれますね。明日さん、明日可愛く撮ってもらえたらいいな。カメラさんの皆さんに、カメラ席の皆様、可愛く撮ってください。髪の毛はまだ迷ってます。リハーサル終わってから考えようかな。先輩と被らない、先輩の髪型とか見てこの髪型多いなとか、あこの髪型いないなとかで決めます。いつもそうそうします。今回もやっぱね、人数が多いと被りがちだから。風鈴さんありがとう、黒さんありがとう、陣内さんありがとう、ありがとう。今日ソラハさんがね、自主練しとったらソラハさん来てくれて、私の大好きな最近ハマってる新作のローソンのアイスをくれました。嬉しい。ソルティーバター&キャラメルワッフルコーンっていうアイスがめっちゃ美味しいんですよ。でもカロリーはめちゃめちゃ高いけん、カロリー取りすぎたって言って食べた後ずっと騒いでた。美味しいので食べてください。こんばんは。本当にソルハさん優しいんですよ。昨日もソルハさん家泊まった泊まりすぎ問題。アイスとケーキ飛んできました。こんばんは。おすすめのアイスはソルティーバター&キャラメルワッフルコーンです。ローソンで買えます。期間限定だと思います。新作です。今週、先週か、先週、今週、今週から出ました。おすすめです。そう、スーハさんと泊まったでも本当に自分家より落ち着くんですよ。本当は私ん家にね、この前ソラハさん家だったから呼び捨てちゃった。ソラハさん家だったけん、今日はパセンツにしようって言ってたけど、パセンツのエアコンのリモコンが行方不明になっちゃって使わないから、この前ショールームで初めてつけたんですけど行方不明になったから、ソルハさんエアコン派だからね、すいませんエアコンのリモコンがないですって言ってソルハさん家に行きました。ソルハさん家は冷房ガンガンです。だからちゃんと長ズボン履いてった。この前半ズボンで行ったら夜中めっちゃ凍えたんですよ。だから凍えたからしっかり長ズボンで行かせてもらいました。で泊まりに行くたびにね、なんかドラさんでお泊まりした時はここに誰が寝てたよっていう説明をしてくれます優しすぎてそういう説明までしてくれる。旅館の案内並みに丁寧に、ここにまいちゃんが寝てとか言って全部教えてくれます。この前も教えてくれた。黒さん桃短冊ありがとう、わらちゃんだるまありがとう。大丈夫、あのどこに寝てるかを知ったところで場所移動とかしてないから大丈夫。ちゃんともうソラハさんの横に寝た。いっちゃんハートありがとう。場所移動してないよ、大丈夫よ。いつも定位置です。ベッドにソラハさんは壁側で、パセがその壁側じゃない方って、もういつもそうだから。パセンジの時もソラハさんが壁側で、パセが壁側じゃない方です。しんちさんハートありがとう。
そう、この前なんか3回前、4回前ぐらいのお泊まりの時ベッドから落ちてたんですよ。なぜかというと、あの自分から落ちたんですよ。やばい、もう落ちそう、体幹が無理だと思ったけん、もう床で寝ようと思って床で寝てたら夜中に起こされて、あの上げてくれました。上で寝なって。優しい。クロさん、スイカありがとう、ありがとうございます。ちょっとカメラ遠すぎかな、汗も引いてきたからもうちょっと近づこう。布団ないんですよ、タオルケットみたいな。優しい、本当優しい。なんか空はって呼んでって言われたんですね。言われてるよ、ずっと空はって呼んでって言われるけどさ、私が空はって呼んだらさ、なんか周りの先輩とかもえって思うじゃん。やっぱファンの方とかも先輩なのにえって思う人はやっぱ少なからずいるわけですね。だからソルハさんって呼んでるんですけど、今日楽屋でソルハさんが来てるっていう情報を得たから、メイク室まで行って壁から顔だけこうやって出してソルハって呼んでみた。呼んでみたけど普通になんかおーみたいな無反応だったから、え今呼び捨てしましたよって自己申告したら、知ってるよって言われて。なんかイチャついてるよね、本当に。喧嘩しそうで怖い。そろそろ喧嘩しても絶対仲直りしましょうねって言ってるけど、喧嘩しそう。倦怠期。みずみずしいしずくさん、短冊10個ありがとうございます。付き合ってないよ。ソラハさんのお母さんが心配してるから、私たちの関係性を。お泊まりするし、いつも一緒にいるから関係性をね心配されております。安心してください、お互い本命がおります。お互い本命のメンバーがおります。安心してほしい。クロさん、花束ありがとう。お母さんに私も今日送ったんですよ。ソラハさんがアイスくれた、昨日もお泊まりさせてくれたって言ったら、本当にもらいすぎって言われた。もらいすぎって言われたから大丈夫、私もあげたりしてるよって、ちゃんとお礼はしてるよって言ったけど、それでも多分ソラハさんの方が天秤にかけたらいっぱいいろいろくれてる。優しさとか元気とか。やすべえさん、桃短冊10個ありがとう。こんばんは、応援します。本当？何を応援してくれるの？何？私とソラハさんの関係を？じゃあそうしてください、応援してください。明日楽しみすぎる。昨日のリハでね、変更点がめっちゃあったんですよ、番号とか。だからその整理とかをしてから最後の復習だよ、今日の夜は。明日はリハと本番と。でも本番終わったらもうないと思った、寂しいな。昨日2回やったんですけど、会場で、実際に会場で2回やったんだけど、終わった後もさ、まだ明日の、 あの10日のやつがあるじゃないですか。でも明日終わったらもうないのよ。当たり前だいす。ヤッホーさん、ファイト、ありがとう。ファイト、ファイト、頑張るね。楽しみだな。私の楽しみポイントをね、
あのこの前の沖さんとのコラボ配信で話したやつもめっちゃおすすめ。沖さんファンの方はぜひあの曲のあの部分のキレキレの沖さんを見た方がいいです。絶対にマジで可愛いです。ちなみにパセリもその時近くにいるからパセ推しの方も目に入ると思います。パセリを見ててもその沖さんのキレキレ見れるから本当におすすめです。ある曲です。あとはやっぱずっとおすすめしてるけど船から降りた僕たちはぜひソラハさんに注目、もちろんパセリにも注目で、あとはねチリメンパーティーで話したんですけど初めて披露する表題曲があります。私個人的に初めてやる表題曲があります。あやぱもです。で、あとそうだな、多すぎるな、まあ、全部見てください。全部見るんだよ。居眠りとかしちゃダメだからね。いや、キレキレ大きさは本当に見た方がいいですよ。この前ね、レッスンの時にそこ得意なんよって得意なんよねって言ってて、じゃあ見ときますねって言ってその後のレッスンで見てたら本当にキレキレすぎて笑ってしまった思わず隣にいたリコちゃんになんで笑ってんのって言われた。普通に声出して笑ってしまうぐらいキレキレでした。お、配信の方もぜひぜひ注目してください。あーでも配信どうだろう、映るかな、そこの部分映ることを祈って、ぜひ見て。キレキレオキさん、わあ。迷子にならないように気をつけるね。会場広いからさ、立ち位置とかたまにさ、ライブアイドルとかのライブ DVD であるじゃん、花道一人間違って残っちゃって走ってみんなが踊ってるステージに走って一人で行くみたいな、よくあるじゃないですか。あれにならないように気をつけますねパセリ迷子問題にならないように気をつけるわ。迷子迷子、キレキレパセパちゃん、そうですね、見れるかもしれない、ぜひ見れます、見れるわ、キレキレパセ見れるよ、ぜひ。あの曲のパセリもぜひ、あの曲のあのメンバーもこのメンバーもどのメンバーも、あまり言いすぎたらもう全部話しちゃう、ダメです。ともっちデラックスさん、ハートありがとう。名前何、わー、今日はもうゆっくり休もう。この後最後にやって休もう。クロさん、タコありがとう。焦らず冷静に、焦ったら全部飛ぶから、やばいやばいってなるから焦らないこと、うん、でも今日は結構寝れる気がします。この後復習したとしても、でもお風呂に入って、いや先にお風呂に入った方がいいですよね、どう考えてもダラダラしちゃうから。お風呂入ってドライヤーを、大嫌いなドライヤーを済ませた後にやって、で寝てる間にまた脳みそで記憶を作り直して、朝起きてご飯を食べて会場へ向かうの巻。こんばんは、トークン、スイカありがとう。今日はちゃんと
しっかり食べましたよ。朝昼晩。最近ハマってるやつがあるんよ。最近ね、毎日朝昼が同じなんよ。朝がきゅうりと納豆で、昼が、あ、違う、きゅうりと納豆とさつまいもで、昼がオイコスと某コンビニの冷凍マンゴーと、あとナッツのグラノーラバーみたいなスティック状のやつを食べて、夜はあの好きなものを食べて、昨日はリハで出たからお弁当が出たからお弁当を食べて、アイスも食べて、今日はカツオのたたきと生卵とソラハさんくれたアイスだから、明日もちゃんとルーティン化して、朝は納豆とさつまいも、昼はマンゴーとオイコスと、あとなんだ、ナッツにします。夜は多分お弁当だ。ふくちゃん、いいね、2個ありがとう。むさしろさん、ファイトありがとう。今日もね、今日食レポするってしてたから、食レポの何が来るか分かんなかったんですよ。マネージャーさんに食レポのなんか料理は何ですかって聞いても、本番にならないと分からないんだよねって言われたから、めっちゃ高カロリーすぎるやつやったら明日むくむし、でも食べたいし、広島かき味噌焼きそば食べたい、食べたいって言ってずっと楽屋で言ってたら、ノアピが励ましてくれた。大丈夫ですよってなんか2期生と喋ったら、大丈夫ですよってなんか天使みたいな声が聞こえてきて、救世主の声聞こえてきて、遠くから誰だろうと思ったらノアピで、大丈夫です、今食べてもすぐには太りません、太るのは2日後ですみたいなアドバイスをくれたんですよあ、2日後かと思って、2日後に太るのもちょっとお仕事あるけん困るなと思いつつ、ありがとうって励ましてくれた。昨日もね、私がお弁当のあの揚げ物を食べるか躊躇してたら、なんか励ましてくれた。ジェノラニカエグレさん、短冊ありがとう。マコベアさん、花束ありがとう。バラちゃんファイトありがとう。いっちゃんアイスと花束とラブレターありがとう。あとね、研究生たちが帰るときにアズミンがなんか話しかけてくれて、バイバーとか言ってたらね、いや私がリオツンにね、リオツンかわいいねって言ってかわいいね、バイバーとか言ってたら、あのアズミンが話しかけてくれてね、あの昨日パシエって書いてる、背中にパシエって書いてる服を着てたんですよ。そしたらアズミンが、パシェ T シャツ好きですみたいな一言残して帰ってった。あれすごく好きですって言ってくれて、その一言を残して帰っていきました。また着るねって言った。人気だな、パシェ T シャツ。シミサラにも褒められたし、嬉しい。研究生の子たちがね、いっぱい話してくれます。くる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 ともっと話してみたいですね。くるくるとリオツンはまだまだ全然話してないんです。ノーピは結構話すんですけど、ノーピなんかいろんな先輩とね積極的に話しかけに行ってるから話すんですけど、あずみもあんまりまだね話す機会がないから、うなちゃんがね、ゆなながいるときは結構話すんですけど、そう、一緒になんかいる時間があんまりないので研究生と、だから明日とか話せたらいいな。この前のマイカー公演の日にりょうつんが話しかけてくれて、写真撮ってくださいって言ってくれたから写真撮ったんですよ。明日は自分から行く。明日こそ自分から行きたいと思います。トークキラキラ5個ありがとう。そ
そうだよ多分ね。安住そうお姉さんだからさ、研究者の中でも。あともともとねすごい礼儀正しい子っていうのは、あの STU に入る前に恋ラジの感謝祭で安住の姿をねステージ裏とかでは見てたんですけど、本当に礼儀正しすぎて、ステージ上でもめっちゃハキハキしてるしすごいと思って、で ST 入ってきてからもすごい礼儀正しいから、すごい素敵な子。くるくるは仲良くなる前にまず一緒にお風呂に入りたいらしい。どうして？どうして？そんなこと言うタイプなの？まさか工藤理子タイプなの？工藤理子タイプなの？じゃあ岩盤浴に行きましょう一緒に。子供たちを引き連れて、パセリ先生が子供たちを引き連れて行きたいと思います。自腹でよろしくちょっと私はアイス代がかかってるので。しんちゃんさん、桃短冊2個ありがとう。あ、それはノアピ？え、ノアピの情報だった？それどっちですか？ノアピなの？めっちゃ目乾燥する。シーツさん、ハートありがとう。もうそろそろ終わりようかな終わろうかな。ちょっと今日もいっぱい踊ったけん、明日に備えてお風呂で汗を流さんと風邪ひいちゃいそう。クロさん、ラブレターありがとう。あ、クルクルも言ってたの？研究生みんな言ってんの？陣内さん、ファイトありがとう。こんばんは。明日頑張ります。皆さん気をつけてきてください。明日なんか晴れ予報になってたよ。なんかずっとね雨予報だったけど、今日と明日が晴れに変わってました。今日天気予報のやつ iPhone で見たら。でも一応折りたたみとか日傘とかは持っといていいと思います。損はないと思います。大は小を兼ねるっていうし、用意をしとけば何かしら役に立つと思うから。いっちゃん、レインボースターありがとう。風鈴さん、ファイトありがとう。クロさん、いいなありがとう。風鈴さん、レインボースターありがとう。配信の方も充電の減りに気をつけて、あと配線トラブルに気をつけて、あとはパスワードとか忘れないように気をつけてください。幕林さん、キラキラありがとう。参考。わー楽しみ。わー明日だ。じゃあ明日は4じゃなくて5周年ということで、ね、よろしくお願いいたします。シュマンテさん、ハートありがとう。配信トラブルに気をつけて。そうですね、配信トラブルありがちだからね。この前もそうだったね。スペサポの配信ちょっとトラブっちゃったので、今回は無事にね。なんかこの前のスペシャルサポーターの時は途中まで大喜利とか進めてて、最初の方から全然配信されてなかったことが発覚して、もう一回やり直したんですよ最初から。だから大喜利も全く同じお題でやったんですよ。でも明日はそれはできません。なぜかというと会場の時間とかもろもろそういうね規約とかもありますので、できませんのでできませんので、明日は無事に皆さんが見れてることになります。みっちさん、ハートありがとう。じゃあ壇上読んで終わりたいと思います。いきます。13位クロさん、12位シーサイドマルさん、11位なんだセリカタンが明日頑張るしません、10位トニさん、9位フクちゃん、
8位武蔵郎さん、7位ジュノリカユグレさん、6位しんちゃんさん、5位カメさん、4位安兵衛さん、3位ゆうたくん、2位いっちゃん、1位山猫坊主さん、ありがとうございますありがとうございます。名前長いけんさ、全部表示されてなくて、ピッて開いたら開いて損しました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。じゃあおやすみなさい。おつー、また明日。バイバーイ。